本日の動画は近鉄京都線の京都駅からスタートです。ここから本日乗車していく列車は近鉄特急の青によし16時20分発の電車です。こちらは1日1本しかない京都発大阪難波まで行く青によし号になります。今回乗車します近鉄特急青によし号で使用されている近鉄12200系は、元は現在画像出ておりますスナックカーで使用されていた車両で、それを改造したものになっています。早速車内に入ってきました。とても素晴らしい座席が並んでおります。こちらの快適そうな座席たちは家具メーカーによる特注デザインとなっております。各テーブルにはガラス製のおしゃれな青ランプが設置されております。各座席にコンセントも完備されております。4号車にはライブラリーがありまして、このようなミニソファーや各沿線に関する書籍、自社の本や観光本などを自由に閲覧することができます。青によし号の車内、天井もですね、かなりおしゃれなデザインとなっておりまして、奈良の天平文化をイメージしたデザインとなっております。2号車の販売カウンターでは無料で観光特急青によし号の記念乗車証をいただくことができます。ぜひね、旅の記念に乗車した方はいただいてみてはいかがでしょうか。ここで簡単に今回乗車している青によし号のツインシートの注意点について解説していきます。このツインシートですが、実際は2人利用を目的とした座席となっておりますが、1人の利用もすることができます。ツインシートを1人で利用したい場合は、自分の乗車券、特急券、特別車両券に加えて子どもの特急券、特別車両券の購入をする必要があります。大人1名分だけの青によし号ツインシート特急券だけでは乗車できないということなんですね。また青によし号はツインシートの他にもサロンシートというものもあります。こちらのサロンシートは3人から4人の利用を目的としておりまして、1人での利用はすることができません。以上、青によし号についての簡単な概要説明でした。それでは引き続き車窓動画をお楽しみください。大和西大寺、西大寺に到着します。天気、柏の神宮前方面はお乗り換えです。
近鉄特急青荷吉をご利用いただきありがとうございました。車内にお忘れ物のないようご注意ください。